こんにちは、デリッシュキッチンです。山佐醤油の提供でお送りします。まず秋鮭のおろし煮を作りましょう。鮭2切れを用意し、一口大に切ります。片栗粉大さじ1を全体にまぶしておきましょう。レンコン 100g は縦4等分に切り、切り口を下にして1センチ幅に切ります。水にさらして水気を切っておきます。細ネギ3本は斜め切りにしましょう。フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し、鮭を入れます。中火で両面を焼きましょう。続いてレンコンを加え、しめじ 1/2 パックを入れたらさっと炒め合わせます。鮭大さじ1、みりん大さじ1、山佐醤油、絹醤油大さじ2。絹醤油は2種類の醤油が入ったブレンド醤油。生醤油の柔らかな口当たりでプロ級の仕上がりに。和風顆粒だし小さじ1/3、水 150cc を加え、煮立ったら蓋をし弱めの中火で5分煮ます。大根おろし 300g を加えてさっと煮ましょう。生醤油に火入れ醤油が加わっているから豊かな香り。器に盛り、細ネギをのせましょう。続いて和風サラダの紹介です。器に山佐醤油、絹醤油大さじ1、酢大さじ1、サラダ油大さじ1/2、とろろ昆布大さじ1を加えて混ぜます。器に野菜を盛り、ドレッシングをかけましょう。お好みで後がけしても美味しい。味と香りのバランスがいいので、どんな料理にも合う。デリッシュキッチンのスタッフからも感想が届いています。どんな料理にも合う絹醤油をぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。